おはようございます。はい。今日は米安と旅行、日帰り旅行しようということで、はい、どこ行くんですか？京都の。京都。ちょっと郊外。はい。中心部を外したようなところ。まあ京都の周りというかね。はい。ちょっとまだ具体的に行き先はまだ決まってないんですけど、はい、ちょっと日帰り旅行しようかなと。はい。それでついでなんで。大阪市内から、はい、京都に日帰り旅行、はい、これをプリスアルファで行ったら、はい、まあ大体燃料どれぐらいかかるのか、はいね、それをちょっと検証したいと思います。撥水効果はどうなのか。撥水効果は今日はしないです。はい、はい、それで今ね燃料満タンにしました、はいはい、だからまた帰りにね、はい、燃料満タンしたら、はい、いくら使うのか出ますんで、はい、で距離もちょっと測らなダメなんで、はい、ちょっとトリップしたいと思います。はい、じゃあトリップリセットしますね。はい、はい、A の方をリセットしましたんで、はい、じゃあ今からね、はい、京都向けて出発したいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。僕は出立って言いました。出立って言います。侍みたいです。出立したいと思います。はい、はい、京都やから。京都やから。そういう雰囲気になっちゃう。そうですね。はい、これは幕末ですか。そうです。戦国ですか。ちょっと幕末な雰囲気になっちゃいますね、やっぱりね。なっちゃいますね。はい。わかりました。はい。はい。第一の目的地、山崎の古戦場跡ですかねの付近にやってまいりました。それで今距離が 22.9 キロで、なんと燃費が 21.6。これちょっと僕びっくりしました。はい。初の25へ。まあ途中経過ですけど、はい。じゃあちょっとね楽しんでいきましょうか。はい、途中経過でした。はい、あのね米安のね道案内でめっちゃ急な上り坂登ってきたんですよ。ちょっとこれ分かるかどうか分かんないんですけど、これかなり急な坂なんですね。はい、長岡京都は竹林。はい。内繰りね、はい、これで一気に燃費落ちましたね。はい、17.6。ボッツァの通常モードになりましたね。ただこんな道となかったらもっとええはずやったんですけど、まあそんな感じです。なあ次行きましょう。はい。さあ嵐山やってきましたね。はい。で嵐山着いた距離が48キロ走りました今日ね。これで、参考燃費が今のとこ 17.8 です。ちょっと持ち直しましたか。さっきと変わらない似たようなんですね。はい、最初のね20超えたのがあれ奇跡やったんですかね。そうですね。はい、ただほらエンジンかけて中でちょっとグダグダしてるのもあるんかもわかんないですね。はい、はい、じゃあちょっと嵐山観光行きましょうか。はい、そうですね。はい。京都日帰り旅行の折り返し地点、鞍馬ですかにやってきました。というか帰り道ですね。今ね秒刻しますか。今ね燃費がまさかのね 15.6。ああもうかなりね坂道登ってきましたから73キロ走ってます。あなるほど。ちょうど折り返しということはだいたい150からもうちょいぐらいですか。ちょうどですね。疲れました。ほんまに疲れました。これなんで疲れたかいうのは、米安のみんなとゴルフの方で詳しくやってますんで。あんまり詳しくやってない。詳しくやってない。ダメな部分多すぎてカットしてるかもしれない。そうですね。じゃあ触りがね、最初にあるんで、はい。ならまあとりあえず折り返し地点ということで、はい。ほなまあ帰り道またどっか寄って行きましょうか。いやーお疲れ様でした。大阪まで帰ってきました。はい、疲れましたね。疲れました。もう朝から晩まで楽しみました。そうですね。京都旅行、はい、日帰り旅行、はい、ほいで、じゃあ早速ね、はい、今日何キロ走ったかなんですけど、はい、今日走ったのが127.1 キロ走りました。はい、ほいで一応参考燃費ですね、はい、17.9、はい、ということなんですけど、はい、あんまり良くないですね。あんま変わってないですね。なんか最初出だしね20超えて、はい、あやっぱり遠出したら違うんかななんて思いましたけど、はいはい、なんかちょっとそうですね、拍子抜けというか、はい、いつもと変わらないというか、はい、じゃあちょっとちゃんとした燃費計算しましょうか。そうですね。はい、燃料もうすでに満タンにしました。はい、レシート今手元にあるんですけど、はい、こんな感じです。8.46 リッター入りました。はい、ということでちょっと燃費計算しましょう。はい、じゃあお願いします。距離がですね。距離が127.1、あ、違う。はい。100、もう一回いきましょう。はい。127.1、はい、割る 8.46、はい、8.46 はそんな悪いですか？いやね、参考燃費は確かに、はい、高いんですか？ちょっと高めには出るんですけどプルスじゃないですよね。この燃費ですね。なんか間違えてます。もう一回やりましょうか。もう一回やりましょう。 127.1 割る実際に使った燃料は 8.46 15ですね、やっぱね。どういう結果が出たかというと、はい、めっちゃ悪いですね。悪かったですね。はい。まあかなり坂道は登りました。はい。それで大渋滞、大事故を起こしたような、はい、ね、上り坂もありましたから。はい。でもこの結果には、はい、ちょっとあれですね。貴船ですか、やっぱり。はい。原因は貴船の重。貴船ですね。ちょっと待ってください。貴船ですか、原因は。貴船ですか。原因は貴船の渋滞ですか、あれ。これ貴船の詳細はベイアンの方で上がるか、もしくはさらっと流すか、ちょっとまだわからないんですけど、ちらっと言うと対面でね、はい、こう狭い道の対面でで人がうじゃうじゃおってなかなか進めないような、はい、進んだと思っても坂道、はい、ありましたんで、でもこれそれだけのせいじゃないでしょうね。やっぱり、はい、19インチのホイールのタイヤが悪いのか、はい、おっさんの運転がやっぱまだハイブリッド向きじゃないのかですよね。そうですね。だからこれぶっちゃけで言うと、はい、ベイアンがこれを運転したらどうなるかですよね。ああ、そうですね。そうなんですよ。でもあれですね、ボッツさんもそのタイヤをちょっとエコタイヤに変える前に、はい、ほんまにだからハイブリッド慣れてる人が乗った時にどうなるかを見てからの方がいいですよね。あ、そうですね。原因じゃないかもしれないんでね。そうですね。じゃあ一回ベイアンにちょっとだけ乗ってもらいましょうか。で上がるかどうかですよね。もしくはもうバッテリーの限界が来てるんかもわかんないですよね、これね。まあ今回、まあ京都遊びに行きました。127キロ走りました。でも金額で言うと1000。そうですね、ボスさんね。127しか走ってんのに1000何本かかるって言ったら確かによくはないですよね。ああ、そうですよね。そうか、そうですか。はい。だって仮に僕プリウスでまあめっちゃマックスでいい時だったら26とかってことでしょ。ああ、こんなの例えばでしょ。その場合。26言い過ぎかな、平均でいうと22ぐらいなんで、もしじゃあ僕のプリウスで行ってたら6リッターぐらいですか。5リッター、はい、22、はい、まあそうですね、5.5、約6リッター、6リッター、はい。今122円ですか。今日128円でしたっけ。はい、はい、740円。ああ、300円ぐらい高いということはプリウスアルファで京都日帰り旅行127キロ走ったら1000円以上ガソリン代がかかるということでした。そうですね。じゃあね、もうとりあえず、このプリウスアルファの何が悪いのか、ちょっとおいおい考えていきましょうか。そうですね。はい、バッテリーの寿命なのか、タイヤのインチが悪いのか、僕の運転が悪いのか、全部っていう可能性もありますけど。そうですよね。はい。踏んだり蹴ったりな可能性もありますね。踏まれたり蹴られたり、そういう感じですね。はい。ということで今日は京都日帰り旅行ベアンと行ってきました。ガソリン代は1000円以上かかっちゃいました。ありがとうございました。